それちょっと皆さんに、ね、ご相談したい。これでもうね、発売しようと思ったんですけど、私もう一個機能つけたいなと思って。はい、もっといい音カフェオレーベルということで、シガーフィリスの原です。はい、ついにね、試作機ができました。前お話ししておりましたヘッドホンアンプおよびモニターコントローラー、一通りね、まず形になりましたでございます。こんな感じでございます。アマテラス7022と命名させていただくことになりました。アマテラス7022でございます。綺麗でしょ、綺麗でしょ、綺麗でしょ。これね、これね、これね、こんな感じでございます。こちらがモニターのボリュームになります。だからスピーカーの方のボリュームですね。このスピーカーで音量を調整するね、モニターのこのね、外に出てる音の方ですね、これの、調整ができるようになっております。でこれがね、ミュートボタン、ミュートボタン重要ですよね。モニターコントローラーにはね、例えばここでボーカルを通るときにスピーカーから音が出ていたらね、もう被ってね、使い物になりませんので、そういう時はミュートするね、これ当然でございます。そしてこちらがね、ヘッドホンの、ボリュームです。でヘッドホン、このね、このね、定番のソニーのこのね、ヘッドホンを生かすための、まあ、あらゆるヘッドホンに、応用できるんですけども、要するにインピーダンスの問題で、普通のね、しょぼいヘッドホンアンプとかインターフェースについてるヘッドホンアンプにこれ普通に挿しますとですね、結構しょぼい音なんですよ。このヘッドホンってなんかこうちょっと低音が弱いなとか、ちょっとうるさいなみたいな、感じられてる方が多いかと思うんですけど、これはね、本当にいいヘッドホンアンプを使うことで生きてくるヘッドホンなんですね。なのですごくいいレコーディングスタジオのヘッドホンアンプでモニターするのと、本当しょぼいインターフェースに挿してね、これをね聞くのとは全然音が違います。でね、本当に変わりました。ローがねくっきり出ます。もう点でキックがここでね、この脳みその真ん中でですね、この鼻の奥のあたりでグンとなりますからね、こんな感じに仕上がっております。これ開発してくださった、ミスター O、 ミスター O でございます。ミスター O 大先生がですね、もう本当もうなんかすごい研究しましたね、あの人ね、すごい研究して最高のヘッドホンアンプおよびモニターコントローラーになってる上に、これには2部分入ってます。トランスが2個入っております。これはね、とりあえず今 OEP の入ってるんですけど、ルンダールも入れることが可能です。でこれがね、このスイッチです。このスイッチを入れることで、お、ちょっと今変わりましたかね、これ。あ、変わらないのか、これ俺のヘッドホンにしか聞こえないのか、どうなんだこれは。あ、そうですね、今変わってるんですけど、僕の耳の中では。なんとこのスイッチオンにすることで、トランスを通った音が聞けます。つまりトランスを通った音で、まあ、2部を通った音でモニターができるってことですね。でなおかつこれですよ、これインプットね。でだからインターフェースからの、LR の音が入ってきております。でここが、モニタースピーカーに出ておっております。そしてここにもう一つ真ん中に2つあるんですが、これがトランスアウトになってまして、いわゆる、まあ、2部君と一緒ですね。ここから入ってきた音をここからも出してるわけですよ。ここからも出して、もう一回インターフェースに入れてやりますと、いわゆるニーブ君のリアンプっていうんですかね、内部で取ったソフトシンセの音とか、ミックスの音とかを、このままモニターしながら、入ってきた音を、インターフェースのまたインプットの、ね、1,2 チャンネルとかにもう一回入れてあげますと、サクサクと音を聞きながらこう、ね、つなぎ替えたりしないでですね、どんどんニーブ君同士の、音がもう一回トラックにね録音されていく。でそれでまたミックスしてくださいねっていうのがこうねできるね。まあニーブ君ね、ステレオで持ってる方はそういう風に使ってると思うんですけど、まあこれ一台でですね、まあそれができちゃうというものでございまして、なんですけど、これでもうね、発売しようと思ったんですけど、私ふと思ったんですよ、もう一個機能つけたいなと思ったんですよね。それちょっと皆さんにちょっとね、今回ちょっとご相談したい。この機能いるんかいっていう、でも僕は欲しいなと思ってる機能でございまして、それがですね、もう一個この隣にボタン欲しいなと。ちょっともうちょっとこれね、全体にこうこのパネルレイアウトを私がさせてもらったんですけど、デザインの方はね、でちょっとずつこっちにずらしてもらって全体を、でここにもう一個ね、このボタンをつけたいなと思っているんですけど、これが何のボタンかっていうと、ここの表示には SSS って書こうと思うんですよ。
SSS 何ですか SSS って、なんか怖い団体ですかねと思っちゃうかもしれないですけども、スマホスピーカーシミュレーターです。スマホスピーカーシミュレーター、はい、何かって言いますとですね、これ私これ欲しいなと思ってた、これ発明品かもしれないですね、もし完成したらね、こういうのできるって言ってミスターオーに聞いたらですね、できるという。だからこいつに乗せちゃおうかね、こいつにこうもう一個ボタンつけてスマホスピーカーシミュレーターをつけちゃおうかなとね、思ったりする次第なんで、これを皆さんにこれね、どういった機能のものかというものをですね、ご説明してご相談したいというわけでございますよ。でこれがスマホでございますね。最近私ね、新しくしましてね、iPhone の 6S からですね、この12でございますね、にしたわけですけども、私なぜかね、これね、これ見えますかね、これミックジャガーがね、ミックジャガー知らない人が最近いるんですよ。びっくりですね、ミックジャガーなんかミックジャガーを常に見ていたいっていうね、なんとなくね、ミックジャガーを見ていたいというこうね、ロック魂がですねありましてですね、でこいつで音楽を聴くじゃないですか。で、ちょっと皆さん、音楽聴くときって、まあ、ヘッドホンとかでね、電車の中では当然聴くと思うんですけど、まあ、家ではもしかしたらね、こうスピーカーから聴いたり、またまあね、ヘッドホンとかね、Bluetooth とかでつながったね、またヘッドホンとかでね、iPod とかでね、こう聴いたりするかもですけども、このスピーカー、iPhone から直で聴くことってないですか？で僕ね、ほとんどそうなんですよ。いわゆる、Twitter とか見てるじゃないですか。でなんか例えば音楽が紹介されてると、あ、なんだちょっとなんだお前岸田お前くるりのお前岸田お前新曲出したのかちょっと聞いてやろうじゃねえかみたいなね時にですね、こうツイッターでですね、こうもうすぐここで寝ながらとかですね、ベッドの中でとかちょっとこう覗いたりしてこう聞くわけじゃないですか。でその時っていちいちヘッドホンしないんですよね。こっから鳴るわけですよ。でこっから鳴る音って結構しょぼいですよね。低音が全然聞こえない、しょぼいけど結構たくさんの人がそれで聞いてるんじゃないかなと思うんですよ。これで聞くと怖くないですか？音楽ね作られてる方に、ま、もう聞いてるんですけど、すごいボロ目立たないですか？ちょっとピッチが甘かったとか、なんか演奏のボロが、あとミックスとかのなんかボロも含めてですね、なんかこういまいちよろしくない風に聞こえてしまうことってあるじゃないですか。あれなんでなんですかね。まあ、いろいろ理由はあるんですけど、だからこのスマホのスピーカーから鳴っている音をこのスイッチ一つでこのモニタースピーカーから聞けたら楽だなと思ったわけですよ。僕ね、いちいちやっぱ一度ミックスしてマスタリングして、一度スマホにこう投げたりするわけですよね。スマホの中に入れて、でこのスピーカーから、スマホのスピーカーから聞くと、そうするとですね、あ、やばとか、あ、なんか特にねボーカルのピッチのなんかね歌の下手さがすごく目立たないですか。特にあとベースラインが聞こえてこない、低音が全然出ないんで、ベースの量感だけでミックスしちゃったりするとこのコード感がいまいち聞こえなかったりとか、なんかいろんなねそのミックスの不具合が聞こえてくるんですね。バレちゃうんですよ。でもちろんね、そのいいヘッドホンとか、スピーカーから聞くっていうのを前提でミックスしてるわけなんで、普通にそれで聞きゃいいだろうと思うんですけど、やっぱりこのスマホで聞く人多いんちゃうかなと。俺がそうなんで、で、あ、しょぼとか、なんかこれミックス下手やなとか、うん、歌下手とかね、ここで判断しないでくれって思うんですけど、やっぱここで判断されることって多くないですか？皆さんどうなんですかね？そこを聞きたいんですよ。でそれがわざわざねこの手間かけて一回ミックスマスタリングだなのしてですね、このスマホに投げてこれで聞いて、あーってなって、でもう一回ここに戻ってね、このダウに戻ってこう直して、それもけど勘ですよ。このスマホで聞かなきゃ分かんないわけなんで、あー、まあスマホで聞いたらこんなだったからこうだよなと思ってやって、もう一回ここに戻して聞いて、もう行ったり来たり行ったり来たりとかしてね、まあ、みんなもスマホで聞くの禁止、全世界のね、スマホを持ってる人たち、ほとんど
ほぼ人類じゃないかと思うんですけどね。まあそんなこと言ったらまあね、いろいろそうじゃない国の人もいるんだとありますけど、まあけどそうでない人ね、そう割と貧しいとか言われてる国の人もね、基本今ねスマホみんな持ってるんですよね。まあ、そういう人も含めてそのね、スマホのこのスピーカーで音楽聞くなよとは言えないわけですよね。これね、どんな闇の権力だってね。でも難しいと思いますね。なのでこれで音楽が聴かれることということがあまりにも多い時代になって、こんなしょぼいスピーカーで音楽が聴かれちゃね、こう必死にミックスしてマスタリングしてるものはたまったもんじゃねえよと思いつつも、やはりこれでのこの検証をしていきたいと、この時代に合わせてですね、していきたいと思うわけですよ。やっぱ怖いですよ、うん。なのでですね、それをこのスイッチ1個でスマホのようなしょぼい音になるスイッチそういうものをですね、僕は欲しいなと思うわけですよね。でそれのちょっとこのスマホから出ている音の周波数どの辺から消えてどうこうとちょっとねちゃんとシミュレートしましてですね、そのミスター O と相談してですね、これできると、SSS スイッチ作れるよと、いうことが判明しましてですね、ならつけちゃおうかな とりあえず俺のには欲しい、これ一個作ってもらったんですけど、もう一個作ってもらおうかな、このスマホ、ね、SSS、スマホスピーカーシミュレーターね、シミュレーターね、シミュレーターね、と思ってるんですよね。皆さんどうですか、これ欲しいですか。これを入れることでね、ちょっともう1万円ぐらい上がっちゃう。今ねこれね、ニーブ君ステル入ってるでしょ。でこのなかなかの、リッチな回路が、このヘッドホンアンプ部分でですね、もうミスターをオリジナルの、こう考え抜かれたですね、回路が入っておりまして、これでどんなヘッドホンでもまあもう万全の対応ができるっていうね、回路が入ってまして、まあヘッドホンアンプの回路がね、それもあるんでですね、やっぱりこう7万円台、8万にはいかないくらいでギリギリなんでございますが、スマホスピーカーシミュレーターをつけるとですね、もう1万円ぐらいやっぱ上がっちゃうかなっていう、1万円までは上がんないかな、ぐらいのね、まあちょっと手間かかるぐらいなんですけどね、それ入れようかな。基本ね、このアマテラスブランドはもう私が欲しいものを作るっていうね、ことだけでやってますから、マーケティングとか考えてないですからね、もう私が欲しいものを作る、というあのブランドですので、なのでね、そのね考え方から言いますと、まあ、ここに1個スイッチが欲しいなとこう思うわけでございますよ。じゃあね、そのありバージョンとなしバージョン、どっちもね作ればいいんじゃないかというふうに、もう思ったわけですけど、これもちょっと難しいんですよね。これね、ある程度僕はね、今回はストックをちゃんと在庫を用意してご注文いただいたら、まあ、1週間ぐらいとかには早めに出せるような体制を作りたいとは思ってるんですけど、オプションで種類がこう変わっていくとですね、1種類2種類とかって増えていくとですね、やっぱり結局どっちかが1ヶ月待ちになるとか、アマテラスの1011とかと一緒ですよね。あれはミスターオが本当ね、内部はもう細かいパーツをですね、抵抗からコンデンサーからも何からね、一個一個本当ハンドファイアリングでもうたくさんのパーツをね、一個一個丁寧に作っているっていうことで、まあ月産2台が限界っていう、贅沢なね、もう10万ぐらいしね、ちょっとしますけど、まあいやそれにしても安いと思います。あれ、あのクオリティとオプティカルコンプも入り、マイクプリが入り、全部ハンドワイヤリングでやっているという状態で、なかなか実は僕すごくコスパ高いで、もちろんね今もそれ使ってるわけですけど、いいと思うんですけども、1ヶ月かかると、ご注文いただいて、その上月産2台が限界っていう、まあおギリギリ3台が限界という体制ですので、だからね、ある程度ストックを、在庫を持てるぐらいにやるにはですね、でなおかちょっと価格をね、まあ、それぐらいまで、キープするにはですね、あまりこう種類を増やしたくないわけですよね。効率的に作れるような体制を構築はしつつあるわけですよ。でもこれ2種類に分けるとなかなかそれがまたね難しくなってくるわけですよね。
工場のラインっていうほど大げさなものじゃないんですけど、本当はマニファクチャーなんでね、家内製紙工業的に作っているわけなんで、それでもね、その整理されたラインが1工程ね、1種類機材が増えるというだけでなかなか難しくなってきて、だからそうすると8万円ダイソーなんですよね。どうすかこの SSS、スマホシピです、スマホスピーカーシミュレーター、やっぱこれはあった方がいいよ、俺は欲しいよとこう、まあ俺が思ってんだから俺が入れる、まあ、今回はねちょっとこの話前からね、前の去年の末ぐらいの動画で一度紹介して、非常に反響が多かったものですから、早く作ってくれと、で年末には出すとか言ってたのにまだかと問い合わせも来ているわけですよね。でそのあなたに、お聞きしたいわけです。どうでしょうこのスマホスピーカーシミュレーター、なかなか言えない、スマホスピーカーシミュレーター、はい、スマホスピーカーシミュレーター。というわけでね、欲しい、この機能はあった方がいいという方は、ぜひねコメント欄に、あまたあとなくてもいい、そんなもんいらんねという方とね、まあね、とりあえず高いけど、まあ、いつか買うにしてもあった方がいいなっていうね、とかね、いいっていう方はこうグッドボタンを、こう いらんっていう方はバッドボタンは押さないでください。バッドボタンは押さない、危ない、ね、バッドボタンは押さないで、コメント欄にね、いりませんとか、あとメールでもいいですけどね、あとまだねこの発売前の、ね、まだ開発中の機材なんで、これまだいろんな可能性がありますので、またこんな機能があった方がいいんじゃないかとかね、まあそんなご意見とかご提案などございましたら、そういうのも、ぜひお聞かせください。はい、というわけで、はい、じゃあまたね、シュガーフィルス原でした。はい、どうも。